こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、最近コピー譜をいっぱい上げてるとですね、ちょっとこうやっぱ連絡もあったりとかして、ジャズはアドリブだからコピーはしない方がいいんじゃないかっていうふうにやっぱり言う人はやっぱりたくさんいらっしゃるんですね。それはそれで考え方としては全然ありだとは思うんですけど、僕の結論としては、僕はした方がいいと思います。理由は、全てオリジナルでいいものができるのはほんの一人の天才だけです。そういう天才はですね、コピーした方がいいかなっていうふうには悩まないです。しないから、もう分かってるから、やりたいことがですね。で、天才派と努力派っていうのがいると思うんですね。例えばモーツァルトとベートーベンだと、ベートーベンがモーツァルトのお家にこう弟子入りしに行った時に、たくさんのこう譜面をモーツァルトからもらうんですね。でそれをこうベートーベンは見ると、なんでこんな素晴らしい曲を完成させないんですかって聞いたら、モーツァルトは途中でこうアイデアが途切れたものってのはこれは妥作だから、僕はもう使わないから、もう自由に使っていいよっていうふうに言われたわけですね。でベートーベンはその時に、自分の考えとはこの人とは違うなと、僕はそのいいというものは何度でも何度でも書き直して、でもっともっといいものに作り変えていけばいいのにっていうふうに彼は考えるわけですね。例えばピカソとマティスですね。ピカソとマティスは、詳細の欄にたくさん貼っておきましたが、僕大好きなんですけど、この2人、ピカソはですね、最初の一発目がベストだって言ってるわけですよ。だからマティスみたいに、マティスは何度も書き直すって言うけど、本当は一枚がベストなんだよって言ってるんですね。でマティスはですね、精魂突き張ったっていう感じがした時に初めて精神が冴えてきて、で自信を持って目を走らせることができて、それが感動を生むんだっていうようなことを言ってるんですね。でもね、この2人はすごい互いにものすごくお互いの絵をね買ったりしててですね、ピカソ、マティスの赤とその緑の色がすごくその気に入って、なんかわからないんだけど見てしまうんだよねみたいなね。でマティスはそのなんていうんですかね、こう月もこうピカソのこの横たわる女性の絵を見てもう感動してもじゃまでしてるんですね。目が離せないとお互いが言って、ものすごいその2人の天才がね、こうお互いを刺激し合ってやってるっていう感じがものすごいかっこよくて、ね、もうこの2人のお話は非常に大好きですね。で天才チャーリー・パーカーもコピーしてるんですね。パーカーは8、これはあるミュージシャンから聞いた言葉なんですけど、パーカーは8割は出来合いのフレーズを、練習してきた出来合いのフレーズを吹いてるんだ。それを超高速で吹くからみんなおーって驚くんだけど、実際本当にすごいのは、この残りの2割で、理論では全く説明できないけど素晴らしいきらめきがあって、そこが本当に素晴らしいって言ってて、あ、なるほどなという。つまりこの8割を用意してきて積み上げてるから、その2割に手が届くわけなんですよ。だから天才でも結局ゼロからっていうのはほとんどできないと思うんですね。レッドガーランドが、レッドガーランドっていうピアニストがあって、彼はそういう天才肌ではないかもしれないですけど、非常にもう世界を代表するピアニストですが、彼がマイルスの完コピの演奏をマイルスのアルバムでやってるんですよ。マイルスのアルバムでですよ。これね、下に貼っ付けておきましたんで、見ていただきたいですけど、1個目はね、これ比較してくれてるビデオがあって、ちゃんと譜面も出てきて、で、マイルスが吹いてるやつの後、で、マイルスのこの譜面、この演奏って、このパーカーの時に、パーカーのバンドに入った時にやってる演奏で、非常に酷評されてるんですね。パーカーのツヤツヤしたアドリブに対して、マイルスはどちらかというと、拙い、聞くとですね、うまい大学生かなって感じがするぐらいのレベルって、みんなによく言われるんですが、ただですね、これ、岡崎義郎君も言ってたんですけど、もう、音選びがもう素晴らしい。この時代にこの 音選びができるのはやっぱ天才だって言ってたっていうふうに。ね。だから僕もか、本当にね、勉強したよっていうふうに。岡崎義郎君がマイルスのコピーしてるんですよ。マイルスがね、パーカーのアルバムの中で、ナウザタイムでやったアドリブをですね、マイルスの、ストレートノーチェイサーってアルバムの中で、レッドガーナがピアノで自分で回ってきた時にそのまま弾いてるんです。で、実際、オルタネードテイクを、要は別テイクってやつですね、ボツになったテイクを聞いてみると、これも下に貼っ付けといたので聞いてもらうと、この最初の比較を聞いた後にこれ聞いてもらうとすごくよくわかると思うんですが、最初5コーラスは普通にアドリブしてるんですけど、6コーラス目からそのフレーズが出始めるんですよ。あれこうだったっけ、こうだっけ、こうだっけなんつって。で、9コーラス目結構弾くんですけど、途中で、ああっていう声が聞こえるんで、それぜひ聞いていただきたいなと思う。つまりこういう、こんなプロでこんなにすごい人たちでも、こう、いいなと思ったものを何度も模写をするようにね、何回も繰り返して人のコピーをしてるってことなんですね。ゴッホだって模写をしてるんですよ。たくさん見たわけじゃないが、ジョットはすごい。ジョットってすごい古い人の、
絵なんですけど、過去の画家だなんて信じられない、もし金さえあればたくさん模写をしたいんだがとね。もうヨーロッパではですね、こういう美術館でですね、模写のする時間っていうのをちゃんとこう許可を取れるんですよ。でこうやってこう、もう全くこの絵をこう筆使いまでこうやって、ま、もうこう勉強していくわけですね。なぜこの絵をなぜここにこのタッチを使ってるのかっていう考えながら、要はものすごくこう天才がこうたどり着いたその考え方っていうのをやっぱ模写しながら覚えていくわけですよ。つまりこうで、このまあみんな貧乏じゃないですか、すごくね。ピカソの貧乏話聞いて笑ったんですけど、ピカソ猫飼ってて、あまりにも食べるものなかったから、で猫がどっかのソーセージを加えてきて、それ取り上げて食べたとかね。みんなまあ貧乏をやってるんで、貧乏の中でこう絵を描いていくときに、こういうこう貴族がね、自分のこれ本編変えないでしょ。だからこういうこう有望な画家にお願いして、これ模写しといてくれよって、でこれ何十万かで買い取るみたいな、これ生活費にするみたいなね。まあこう非常に大事な、彼らの収入源にもなるわけなんですが、こうやって収入を取りながら、こう模写をしながら自分の力をつけていくっていうか、自分はどうしたいのかみたいなね。さっきの、マティスと、ピカソもそうなんですけど、ピカソが描いた絵をマティスがそのデッサンとかもそっくりそのままで、違う自分のプラスを加えた絵とかもあったりするんですね。要はやっぱり好きなものに対して、やっぱすごくこう好きで好きでたまらなくて、それをこう真似しているうちに自分なりの表現ができたっていう形になるんだと僕は思ってるんですね。だコピーしたフレーズはだんだん使わなくなります。僕はまあこうやってコピー、丸コピーしたやつ叩いてますけど、実際演奏した時にはなんかやっぱ自分はこのままじゃなくてちょっと変えたいなみたいな、だからそのまま使わなくなっていきます。でだんだんね、そのあれをやろうっていう風に考えるんじゃなくて、音が浮かぶようになるんですよ。でその音に忠実に演奏するようになるわけですね。だからコピーは、だから本を読むようなものだと僕は思ってるんですね。だから本を読むと自分がなくなるとか、あと人の話を聞くと自分がなくなるとか、そういうのってあんまないじゃないですか。だからそこを結構こう、まことしやに芸界にね、こうジャズはアドリブで自分を表現するものだから、自分を表現するものだから、より自分のいいものをやっぱり取り入れなきゃいけないんですよ。だから想像とは破壊の集積である、ピアカソが言ってるんですけど、もう想像はもう破壊、要はもう破壊ってことは、ものあるものに対して破壊しなきゃいけないんだから、その破壊する前のものを知らないと破壊にならないんですよ。だからコピーしてないと破壊もできないわけなんですね。まあコピーを使っても、まあそもそもその人になれない、これ大阪さんも言ってて、あやっぱりそうですよねっていう話をした覚えがあるんですけどね。むしろなれないですよ、そのままやったって音色違うから、もう全然雰囲気も違うし、タイムも違うんで、もうその人っぽくはなるけど、結局自分の音に変えていかなきゃいけないんですが、最初はやっぱりそのままコピーしたらその人になるかって、その人は絶対なれないですし、ね、誰々っぽいねって言われるようになってくるんですよ、だんだん。で僕ってアートブレイキっぽいねって言ったら、お本当嬉しいとか思っちゃう、まあ、ちょっとバカなんで、エルヴィンっぽいよねとか言われたら、お本当みたいな、エルヴィン大好きでもうコピーしちゃったよとかって言って、でもそれ嫌がる人もいるんですね。でその誰々っぽいねって言われるのを、殻を破るためにこうすごくコピーしたのを一時期なくすっていう時期もあったりしますね。僕はあんまないんですけどね、それはね。コピーなんてしない方がいいって言ってる人で、上手い人は実はコピーたくさんしてたりするんですよ。これはあるミュージシャンでね、サックスプレイヤーがいるんですけど、俺はコルトレインは聴かないって言ってる、まあ、ミュージシャンがいらっしゃって、で、まあ僕の知り合いのピアニストがその人の車に乗って、たら、コルトレインかかってるんですって、車の中でね。で、あれコルトレイン聞かないんじゃないですかって言ったら、うん、聞かないよって言って、聞かないけど、みたいな。でも、これ、コルトレインですよねとか、俺はコルトレイン聞かないね、みたいな。もう笑い話ですけど、でもそういうもんなんですよ。結局、その、コルトレインは、やっぱりこう、聞かないっていうふうに言ってるんだけど、実はこっそりこう、なんかこう、俺テスト勉強しないよとか言ったら、俺全然もう昨日すぐ寝ちゃったとか言いながら、そういうやつほど勉強してて、出し抜くわけなんですよね。結論はですね、悩む暇があったら今すぐやりなさいということですよ、僕からすればね。コピーって僕のあの動画見てもらうとわかるんですけど、楽しそうにやってるでしょ。おお、やった、めっちゃかっこいいこれみたいな感じで、僕は楽しいから、なんか別に苦じゃないというか、むしろコピーする時間たくさん欲しいなって感じなんですね。
最終的にはフレーズじゃなくて音なんです。コピーいっぱいしたって結局その人の音なんですよ。結局その松下幸之助の言葉を例えば誰か言ったとしても松下幸之助 の声で言われるともう叶わないんですよね。それは何かっていうともうその人の人生とかそういうところに出てくるんですよ。で、エルヴィンのやつのところのコメントに書いていただきましたけど、森山武雄さんですね。僕はもう大尊敬してるドラマーですけど、彼なんかは僕のドラムを見た時に なんか君うまいねって言ってくれたりするんですけど、いいね君なんかすごい練習しててさとかって言ってるんですけど、何言ってるんですか、あんたの方が1000万倍すごいじゃないですか、僕なんてコピー男ですよみたいなね。本当にまあもちろん自分の音に忠実にやってるんですけど、森山さんってねこうもう超越してる。やってることはやっぱりエルヴィンと同じでシンプルなことをされてるし、むしろタイムとかもぐちゃってなったりするとこもあるんですけど、ものすごいね叩いてないとこに音がいっぱい聞こえるんですよ。あれはねもう僕の理論じゃ理解できないですけど、やっぱり音色とかやっぱその空気感みたいなのがすごいあるんだと思うんですけど、そのフレーズのタイミングとかあるんですけど、だからそういうものはね結局じゃあ森山さんのフレーズをこうコピーしたらそういうふうになるかならないんですけど、やっぱりその蓄積ですよね。いろんな音楽の蓄積だと思いますね。だから何を話すかではなくて誰が話すかですよね。これはもういろんな言葉でもそうです。だから誰が演奏するかであって何を演奏するかではないんですね。なぜなら人は感情の生き物だからって僕は思ってます。まあいろいろまあそのただただこうコピーした方がいいよっていうだけじゃなくて、いろいろ僕が今までその検証してきて、僕もやっぱ悩むんですね。コピーってした方がいいのかなとか思ったりとか、やっぱコピーばっかり好きだからしすぎると自分がなくなっちゃうんじゃないかなって思うんですけど、やっぱ思って不安になったりする時期もやっぱありましたしね、皆さん悩むと思うんですけど、別にコピーし続けても全然いいんじゃないかなって僕は思うんですよ。だってマティスと、ピカソってお互いコピーし合いながらでなんか新たなものを作っていった、あの二人天才ですよね。モーツァルトもベートーベンも。じゃあ秀才肌のベートーベンはモーツァルトに劣るのかって言ったら全くそんなことはないですよね。だからこう天才肌の人はもうコピーしようとかしないとかそういうものはもう全く悩まないんですね。でもモーツァルトもたくさんのコピーをしてるんで、やっぱりこう若いうちはそのたくさんガーって吸収して、である程度吸収したところでこう泉のようにフレーズがこうバーって湧き起こってくるみたいな、そういうことだと思うんですね。でまあでもその晩年もずっと好きなものはコピーしたりしてるんですけど、もう自分の音楽ができてるから自分のアウトプットにはあんまり影響しないようになってくるとは思うんですけど、それでもインプットはし続けると僕は思ってるんです。だから僕の結論としてはやっぱり悩む暇があったら今すぐ始めたらいいですよ、コピーっていいですよみたいな。でもこれを聞いてもね、まあコピーなんかするやつはたかが浅いドラマーだよって言われる方はもうはいすいません、申し訳ございません、僕はもうこの程度の男なのもんですから、まあそんな大した男じゃないですから、まあ、ただ音楽が大好きで、やっぱりいろんな天才の音楽をなぞるのが大好きでみたいな、その感動をみんなと共有したいっていうタイプのドラマーなんですね。だから自分が何か新しいものを作るかっていう、そんなおこがましいものは自分では考えたことはあんまりないですね。それはそこの天才的なドラマーを、求めていらっしゃるんでしたら、まあちょっと僕以外のドラマーをのビデオいっぱい出てると思うんで見ていただけた方がいいかなと思います。というわけで私の考え方でした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。